大阪へようまいられた。大老主になりかわり礼を申し上げる。 馴染みのない席次でござりまするな。しかるべき席次でござろう。成り行きを鑑みれば、トラナガ殿、太后様がお亡くなりになられて1年。その間我らはその方の御大老に立てつく振る舞いを絶えず憂慮してきた。己が勢力を伸ばすのを殿下はきつく戒めておられた。勢力を伸ばす？縁談を取りまとめたではないか。6組もの。 それによりお主の領地は倍増したではござらぬか。ご心配とあらば重ねて申し上げまする。それがしは関東の領主で満足しております故、この太平の世を自ら乱そうなどとは思いもよらぬこと。妙じゃの。折しも今朝方お世継ぎのお母君が江戸へ出立なされた。何の前触れもなしにじゃ。落ち葉の方様の妹君は愚息の嫁、 お産を控えた妹君を大阪での御身の無事を担保すべく人質にされるおつもりか。乱世は終わりを告げ申した。石堂殿、それがしがこの城の人質でないのと同様、落ち葉の方様も江戸の人質などではござりませぬ。太后様が生きておられたら、 なんと仰せになられるか。我ら5人が未だいがみ合うておる様に苦笑いなさっているに違いございまする。我らが争うことなく権勢を分かち合うようにというご遺言をお忘れか。八重朝様が元服なされるまでしたな。その日をそれがしも心待ちにしておりまする。かような表情を疲れ果てまするゆえ。 ならばいいかとお変えよ。落ち葉の方様をお返しいただくことは大老評議において既に決しておる。従わぬのならお主にはそれ相応の責めを負っていただく。八重朝様をないがしろにする逆賊をあぶり出す時が来た。生まれの犠牲は侵爵いたさぬ。たとえ偉大なる身の荒の流れを汲むものであろうとも、 我ら使命の署名がある。木山殿、杉山殿、大野殿、そしてこの石堂でござる。恐れながら我が殿は万事につき法令に準じておられます。かような根も葉もない疑惑で逆賊扱いなさるのは。林、控えよ。 するあまりの非礼につい。非礼？石堂殿がいつ非礼なことを申された。切腹をお命じくださりませ。我が一族老頭根絶やしにし、 断絶の御沙汰を。石堂殿、何卒ご容赦くだされ。仕方ない。しかし貴殿の家臣のかような子供じみた乱行を捨ておいては太后様のご意向に傷がつく。7日以内に落ち葉の方様を江戸から解き放たれよ。その後評決においてお主の処遇を決める。よいな。